ガランバ国立公園は、今後民主共和国北東部のスーダン国境近くに広がる国立公園。ガランバ海帯を含む国立公園で、1938年に創設された。北城祭の保護区として知られ、1980年にはユネスコの世界遺産にも登録された。しかし密漁の横行などによってきた白菜は激減し、 世界遺産リストからの抹消も検討されたことがあるなど危機的な状況にさらされている国立公園である。この国立公園の動物章の中で最も特徴的なのが白菜の亜種北白菜である。この亜種はもともと今後民主共和国やその近隣など限られた地域にしか生息していなかった。密漁により絶滅危惧種に指定されている。また、 北白イの生息と並んでこの国立公園の特色となっているのがアフリカゾウの調教でアフリカの他の国立公園には例を見ないゾウの調教センターもある。この調教は観光などに結びつく事業であり、地域住民に収入の戸を与え、結果として密漁を防止することに役立てるという目的も込められている。この他の動物としてはキリン、アヌビスヒ。 ウォーターバック、ハーテビースト、コーブといったの霊洋、ヒョウ、ライオン、カバなどが生息している。ソーセージの木、ヒッパレーニア、パッピルスなどが生育している。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。この国立公園の特徴的な存在である北城祭は1960年代から80年代にかけて激減し、 絶滅寸前に追い込まれた。これは北城祭の角を狙った密漁が後を絶たなかったためである。このことから1984年に危機にさらされている世界遺産への登録が行われた。これに対し在留当局は密漁者対策を徹底し十分な成果を上げることに成功した。その結果15頭にまで減っていた北城祭が 微増傾向に転じたことから1992年に危機遺産リストから外された。しかし、その後スーダンの反政府軍や難民の流入、今後民主共和国内の内戦などによって環境が悪化し、1996年に再び危機遺産リストに加えられた。その後、北白菜の生息数がついに一桁台に落ち込んだ、上、地元政治家などの反対で、 保護のための移送計画も頓挫したため、2005年の第29回世界遺産委員会では、世界遺産リストからの除外も検討された。結局、世界遺産登録の抹消は見送られたが、危機的な状況に変わりはなく、今後民主共和国一国にとどまらない、国際的な環境保全の試みが継続されている。ありがとうございます。